そんな中、品川区にある品川水族館が大人気のようです。開園時間10時の30分前から大勢の親子連れが長い列を作っていました。大人気のイルカショーが始まりました。可愛いイルカたちを見に大勢の親子連れが集まっています。この水族館の一番の目玉はイルカショー。品川水族館は今週木曜日までイルカショーの回数を2回増やし5回行うことにしています。今日は立ち見の人も合わせて400人以上がイルカのパフォーマンスに歓声を上げていました。イルカが飛んだところが、ね、すごかった。ジャンプがすごかったし、それが面白かった。混んでますね。本当に水槽の前も人を見てるようなもので、はい、なかなか魚も見にくいような、はい、でも楽しく、はい、都内は、まあ、今週いっぱいぐらいで、あとは、いろんなところに行こうと思ってます。去年オープンしたアザラシ館も大人気で、子どもたちはアザラシの仕草に大喜びの様子でした。品川水族館はこの時期はいつもよりも2から3倍多い6000人以上の人出を見込んでいます。